お疲れちゃんです、ラットです。そしてお疲れちゃんです、ロボちゃんです。よいしょーよいしょ、パチパチパチ、はい。というわけで、今日もですね、彼女コラボやっていきたいと思います。というわけで今日、するのはですね、彼女に、教える企画をね、やりたいと思います。教えつつそのデッキを紹介していくっていうわけで、その大まかに言うと、彼女でも使えるクローンデッキを僕は見つけてきましたという話です。イエイ。はい、ちなみに感情まだ当時4000ぐらいですね。なんで全然上手っていうわけではないんですけど、その彼女に今日使ってもらって、あるデッキをそれで勝てるのかっていうのね、はい、やっていきたいと思います。はい、で、デッキがですね、こちらですね。皆さんにもこれぜひ使っていただきたいんですけど、海外のね、今クララリーグ、ウエストの方で、ヨーロッパの方で始まったんですけど、試合が、それでもう試合その番なしなんですけど、このデッキ対このデッキのぶつかり合いみたいなこともある人気デッキです。はい、というわけで今日はね、これを彼女に教えていきたいと思います。で、だ持ってないカードもあるんだよね。うん、トリトンない、これない、持ってないし、多分ほぼ使ったことない、ようなカードばっかだと思うんで、一応ね、軽くちょっとね、使い方を説明しますと、基本的に後ろからこの巨スケとか巨大スケルトンとか、ネクロマンサーとかを出してこうですね。で、このトリトンの使い方がちょっとむずいんだよね。見た？見てない。見てないか。トリトンは基本的にこの巨スケの後ろの辺につけとけばいいから。でも基本的にこの巨スケの後ろにこうユニットつけて、ユニットつけるだけです。で、気分クローンかけたいなと思ったらかける。で、オーブンをクローンかけたいなって思ったらって思うタイミングが、こういっぱいいっぱいこう重なったら、今いっぱいいたらね、大まかに言うと、例えば相手がザップとか雪玉とかそういうのを使った時がチャンスと思ったり、あとはこうやってキョスケ、ネクロで後ろにこうムートとかオーリングとかこうつけていっぱい重なったらクローンする、で勝てる、基本的にはね、オーブンの出す位置が真ん中と、あとはトリトンがちょっとね難しいんですけど、そこはねやりながら教えていこうかなと思います。というわけで頑張ってください。雑だな教え方。チェンジ、3分で終わった。チェンジチェンジ、3分もしてないね。で、オーブン置くのが難しそうで、巨石がないから、基本的にさ、ネクロとか、ムートとかで、防衛したいね。どれ？そうそう、いや全然いいです。それで、これは、ネクロの前にムートとかつけてもいいと思うよ、その形がね。これ休憩でいいんじゃない？休憩で、休憩。そうで、今一回待ちます、一回待ちます。で、これはマスキが処理できるので美味しい。で、オーブンをさっきの辺にもう2個ぐらい下、2個ぐらい下、もう1個下、右下、右下、もう1個右下、そうポイって、そこに置いとけばなんとかなるから、OK。 で、また後ろからトリトン出して、トリトン出して、こっちどっちでもいい。それはそこ？こだわる。で、これの前に巨石出して、ホバリング出して、端前で、いや、このトリトンの前ぐらいに、そうそうそう、で、ホバリングも出してあげて、で、コスト3溜まったら、はい、クローン打ちましょう。あ、打たないでいいかな、打てないかな、スケバレ出しちゃえ、端前に、で、クローン打っちゃえ、3コスで、この2体に、あ、じゃあ2体に、そう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 、そうそうそう、いえ、という風な感じでいくと、多分相手はもうお疲れ様でした。きつい。これを繰り返します。というわけで、またね、そいつを置いちゃえば、そう、こういいよ、置いちゃえ。で、これに相手対応しないとね、タワーが落ちるんだね。わ、これ楽だ、これ見とくと。で、これは放置で、後ろからまた気をつけ出してっていう、コス溜まったらね、後ろから気をつけ出して、その後ろにネクロとかムートとかつけて、クローンバーンって打てば、勝てます。はい、というわけで、これね、トリトンをここそうに出して、あの辺に出してあげたら、こいつ距離が長いんよね。で、このホグ引っ張ってキング起動するん、あとこう後ろにいっぱいつけてあげてクローンしたら終わるよ。もう今いっぱいいっぱいいる、いっぱい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 出して、いっぱい出してクローンしちゃいし、あ、でも相手がベビドラとかエレキとか範囲系がリセット系も多いんで、
ちょっと入らないですね。まあ繰り返せば、オーブン置いて、オーブン置いて、後ろ気をつけ出して、うん、はい、まあ最後ですね。でもその、まあ、もうちょっとね、まあここ今初心者級なんですけど、上級者になると、なんだろうな、そのあこれも一回取りと左の、そうそうそう、うん、いいよ。もう一個左だったら、トスキの後ろにそのままトリトンがついてくれるから。ああ、なるほど。そうそうそう。クロンしちゃいしちゃい。しちゃい。そう。もう一個、まあね、ランク上がると、いや。勝った。イエー勝って気しないけど。勝って気しないけど。そう、もう一個上に上がると、その相手のね、やっぱスペルを見て、相手がファイアーボールとか使ったら、なんだろうな。この、ザップとかにクローン、作られたやつは消えちゃうんですよね。ザップとか打たれたり、一発でも1ダメージ、そのクローンの作られたやつは HP1 なんよね、うん、だから一発でもダメージ受けたら消えちゃうよね。だから言ったらザップとか打たれた瞬間パーンって消えちゃうから、うん、逆に相手がザップとか打つまでクローン打たなくて、ザップか雪玉とか使った瞬間にクローンすると相手は対応できなくなるみたいなね。まあ、だんだんその相手のスペルを打ったらとか、そのまあなんだろう、こっちが厄介となるカードね、うん、相手が裂いたら、クローンかけるみたいな、クローンかけるタイミングがまた重要になってきますね。だから多分彼女の試合もう一戦見たいと思うんで、見たくないよ。頑張ってください。はい、言ったら楽だからね、このデッキ結構おすすめですね。でまた同じ繰り返しですね。オーブン置いて、オーブン置いて、よいしょ、もう2個ぐらい置いてて、よいしょ、あ、やっちまった、やっちまった、まあまあやっちまった、まあまあまあ、アイスゴール、お、これを防衛したい、ね、何で、なんか出しちゃう、ういうい、いいよいいよ、で、あのトリトンを捨てて、また右側に後ろから気をつけ出してあげて、うん、よしよし、で、しかも相手ファイアボール今使ったよね、うん、ホバリングファイアボール一発で死ぬんだけど、あれ無視していいよ、まあ、あのそんな削られないから、ファイアボール使ったから、うん、相手このホバリング多分止めれないから、もうホバリングともう1枚なんか出してあげて、うん、なんか出してあげる、あーインドラはちょっと厄介、でもこれ爆破で死ぬから、多分もう1枚なんか出してあげて、スケバレ、うん、いけ、でこれクローンコスさん溜まったらやるだけで、でも相手はね苦しい、あコスがね溜まってないの、ね、よいしょ、いやいいよいいよ、でもあのマジアチャがね、そうこのデッキこの範囲攻撃はやっぱつらい、ウィザードとか、ね、マジアチャとかつらい、これまあ端ランバー付け出してきたら防衛するけど、うん、付け出してこなかったら無視でいいと思うよ、うん、うん、そうウィザードとか、まあ、あのマジアチャがねすごいこのデッキの天敵なんで、うん、まあそこがいるとクローン結構通りにくいんでね、その使った後、今マジアチャ使った後なんで、まあ、今がクローンチャンスみたいなところあるんですけど、まあ、こっちもねクローン回ってないんで、よいしょ、後ろから気をつけ出します。でこれにねまたまあなんかそうつけてあげるだけで、もう一枚ぐらい、大体諦めたかな、もしかしたら、いっちゃ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 いけ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 どんどんイケイケどんどん、あれイケイケどんどん山田さんの、山田さんの言葉だはい、というわけでもうこれでね勝てちゃいます。あの僕一切プレイしてません、これ、彼女が脳筋プレイしてるだけです。イエーイイエーイ、というわけでこれねマジでおすすめなんでね、今グラチャルとかでもですし、まあ、マルチだったらねウィザーズとかもしかしたら多いんで辛いかもしれないんですけど、えあれグラチャル今勝ったよな、うん、今2勝だったよな、うん、勝率が増えない、なんで、あこれそうなんですよ、最近前にも受かったんですけど、このグラチャで勝っても勝率が増えないバグがちょっとねちょくちょくあるんでね、まあこれはドンマイです。はい、というわけでこちらね、キョスケクローンぜひ、あのトルトンもし持ってないって方は、あのまあトルネードを前だから、ね、前には入ってたんでトルネード入れるっていうのもありなんですけど、最近ねこの方も流行ってるんで、ぜひね、まあ、トリトンない方はトルネードで、ぜひ、やってみてください。というわけで、よければチャンネル登録と高評価、あとコメントもね、ぜひぜひ、よろしくお願いします。では、最後に、
バイバイ。バイバイ。